はい、では、今回はですね、このデジタルミキサーのすごい強みとも言える。シーンメモリーについて、ちょっと教えていただきたいんですけど。あのアナログミキサーの時は。このシーンが変わるごとに、全部それを再設定したり。ね、ゲストの人が来て、こういじられると、また、それを元に戻すのが大変みたいな。戻られないですね,ね。大変だったんですよね。<laughs> で,ねでも、デジタルミキサーだと、ボタン一つで、もうメモリーした、その保存した。その、あれに。 戻せるっていう、そういう聞いてるんですけど、その一連のやり方をちょっと教えていただけますか。はい、わかりました。あのこっちのこうミクサーの一番右この辺に見ると、シーンって書いてるんですよねシーンって書いてあります。それからあのシーンメモリ、あのこう操作することなんですけど、あのこっちにもこうピューって書いてる。ああ、またピューが書いてますね。これを押したらこの画面に。 この、この機能だけ、見ることができるんですね。はい、これで、言っています。じゃ、今、あの画面を見るとですね、今、キュって書いてるものと、その右にですね。シンって書いてるんですよ。はい、それを、あの、これ、押してですね、シンでいきます。だったら。あの、ゼロから、あの、大体。何個ぐらい。何個ぐらいですね。あの、車高まで、こんなにあると思うんです。 そこまであの教会<ー>がですね、こう<ー>保存したいそのミックサさのセッティングを全部保存することができることですよね。では実際にそのメモあのシーンをメモリーして、うん、で呼び出すっていうのをちょっとやっていただけますか。はい。取りましょう。はい、じゃあさっき話したこのマイクのこう、うん、レベルがこう、うん、チャンネル1度ですね。うん、1>, 1からこのペイだから。はい。はい あのう、信号くるんですよね。これ上げて。うん、わかりやすいに、八番もちょっと開けてみますかね。はい。はい。で、今、一番と八番、このペーダーを上げた話で。はい。はい。これ、一番をちょっと選択して、イコライザーも、ちょっと。イコライザーも。できはい。ちょっと、いじってみますかね。このビューをちょっと書いてです。ビューを、こうや押してですね。この画面を見るとですね。はい。じゃ、ちょっと、いじった、その。イコライザーが、今。もう、ね、か。見えてるんですよね。これがあの。 一番のイコライザですよね。このままあの保存したい。保存したいと思うんですよね。これを今保存したいと。そうですね。で、真に。真のゾンビを。もう一回、押して、いきますね。で、今、えっと、真にいってですね。真にいる。はい、このままで。一番に。一番に。保存したいとですね。これ、二番目が、あの。 保存って書いてるんですよね。あ、セーブ書いてありますね。って書いてますね。あ、はい。これを保存でセーブを押します。とりあえず保存することを押して名前を作らないといけないんです。あ、わかりました。はい。でその名前をとりあえず言うって言うって言うってまあそういう感じに。はいなんとか書いてみましょう。はいじゃあ一番最後になって書いてます？セーブ。セーブ。これを押したらですね。はい。この言う言この名前でこの一番のシーンにセーブ保存することができるんですよね。オッケーです。オッです。押してみますね。はい。 そうしたらこの一番にユウが今出てんですよね。はいはい。さっきのイコライザーと一番と八番の。そうですね。今一番と八番ペダーが上がってる話でこの一番選択したそのビュー、これの EQ も今さっきいじったそのままで私たちが一番のメモリでユウユウユウって書いてるそういう名前で保存してんですよね。はい。あの今はですね。このペダー一番と八番を 下げてみますね。もうこの時点でアナログだったらね。まだ手作業で戻れないかもしれない。そうですね。であと一番を選択したその。牛ツにいてですね。このいじったいくらじゃですよね。はい。今カメラ見ると、さっき。ほっした一級はこれですよね。これもちょっといじったんですけれども。はい。これを。まあ。下げた。大変になっちゃう。こういうですよね。あのハイムですよね。こうだなとこういう。もう全然違う。この一級に。やってみますね。ね。子供のおもちゃみたいにね。こうやって。 触られることもたくさんありますよね。はい。じゃ、このままでですね。また、しんにいてですね。さっき、放送した、そのしの、あの、呼ぶこと。はい。やってみる、はい、思うんですけども。この、美容ちょっとしていますね。はい。それで、画面を見るとですね。はい。この、しんにいて、この一番。あれ、一番にいてですね。さっきは、せいを、放送することをしたんですけれども。今はですね、ロード。 呼ぶことです。ロード、はいはい。呼ぶことを押しますね。だったら、えっと本当に本当にこのロードそのシノを呼ぶか確認する。はいはい。その画面が出てます出てますね。でこっちにあるこの Yes っていうこのバタンを押したら、ちゃんとこうバトンこのさっき補助したそのままのセッティングがバトンとあ呼ぶことができるんですよね。じゃそれ押していいですか。今、うんこれ Yes 押したらですね、さっき ロあの戻した一番も上がるし八番も上がるし一番選択したこのイコライザー変わったものも全部戻すことができると思うんですね。Yes をちょっと押しましてみてくださいね。せーのほ。はい。きますね。これは本当すごいですよね。イコライザーもこの選択してこのビューを見ると、さっき前前のやつ。そうですね。戻したものがもう戻ってきたと。 もうずっとれてるとそうですね呼ぶことができるとへえじゃあ今あのフェーダーとそのイコライザーのあのやつをこう保存できたということですよねそうですね、はい、あのそれだけではなく、うん、そのデジタルミスでですね、はい、こうラウティングの、はい、ルーティングの,ングのそう設定とか、はい、そのリバーブエフェクトとか、うん <あ>こうデジタルミキサーで操作できるいろんな操作ですね、はいはい、いろんな機能がチェーンを補助することができることですねそれはすごいことで、ね、すそれでボタンに、ねえー、さっきのイエスを押したらばって全部そうですね全体的な機能がチェーンを補助することができるので結構便利だと思いますねかなりアナログに比べたらかなり便利なんじゃないですかねそれはねこの音響をやってる方は一番それ分かるんじゃないでしょうかねはい、はい、ありがとうございます では今回はですねこのデジタルミキサーを使って各シーンを登録してでいくらいじられてもまたそのシーンをすぐ取り戻せるそのシーンの設定そのやり方について教えていただきました。あありりががととううごござざいいまましたす